みつき、ちょっといいかな。明日の結婚挨拶のことで相談があるんだけど。うん、どうしたの？それは両親がお店で会いたいって言ってきたんだよね。え？でもこういう挨拶ってご実家じゃないの？食事しながらの方が気軽に話せるって言うんだよ。で、そのお店が高級レストランでさ、ラ・メゾン・ミドリって知ってる？もちろん。大輔のご家族はよくそのお店に行くの？行くわけないだろう。ミシュランに乗るような超高級店だぞ。どうせミヤって有名レストラン予約したんだろうな。うちの両親はそういうところがあるからさ。そうなの？俺の父さんは銀行の支店長なんだよね。周りの家庭に比べたらまあそこそこ裕福なんだけど、家族みんなそれが自慢でさ、必要以上に周りに自分たちは格上だって見栄を張りたがるんだよね。じゃあそれでわざと高級店を用意してくれたってこと？私に格の違いを見せつけるためみたいな。しょうもない人たちでごめんね。変に気にせず普通に挨拶してくれたらそれでいいから。わかった。でも少し緊張してきたかも。とりあえず明日は気合い入れていくね。ご実家だと思ってたからおとなしいワンピースで行こうと思ってたけど、高級店ならそれなりの服装が必要だよね。ごめんね、両親の勝手で振り回しちゃって。ううん、大丈夫。少しでもいい印象を持ってもらいたいし頑張るよ。それに美味しい料理を楽しみにしてるよ。そうだね、それ俺も楽しみだよ。それじゃあまた明日、エスコートよろしくね。はじめまして、大輔の妹のゆいです。お兄ちゃんから聞いたと思うけど、明日はお店でお会いしたいの。突然変更してごめんね。ええ、ついさっき聞きました。素敵なお店で会えるなんて楽しみです。そう？ならよかった。きっと緊張してるだろうし、リラックスできる場所はいいと思って、だから私のお気に入りのお店にしたの。ゆいちゃんのお気に入りのお店なんだね。私の彼氏がよく連れて行ってくれるんだよね。両親も前から行きたいって言ってたし、ちょうどいいかなって思ってお店を予約したの。そうなんだ、ありがとう。でもかなりの高級店だからさ、ドレスコードとかあるけど大丈夫？ちゃんと着ていくもの持ってる？私の古着でよければ貸してあげられるよ。いろいろと心配してくれてありがとう。でも大丈夫だと思う。そう？じゃあお料理の注文とか困ったら言ってね。フォアグラとかキャビアとか食べたことないでしょ？まあ私は彼氏とよく食べてるから慣れてるんだけど。へえ、すごくリッチな彼氏さんなんだね。まあね、大企業勤めのエリートですごく優秀でお金も結構持ってるの。ぶっちゃけうちの地味なお兄ちゃんとは正反対。本当によくうちのお兄ちゃんと婚約できたよね。それってどういう意味かな？だってお兄ちゃん学生時代は全然モテなかったしさ、我が家で一番地味だしダサいし、両親ともよく話せたんだよね。あんな地味男と結婚したいと思う人なんて絶対にいないって。そんなことないよ。大輔さんはすごく優しいし、私は素敵な人だと思うな。あは、ごめんね。別に美月さんの前でお兄ちゃんの悪口言うつもりじゃないのよ。ただこんな普通の人と結婚しようって決めた人がどんな人か、私も両親もすっごく興味あるんだよね。そうなんだ。まあ明日会えばわかるわよね。楽しみにしてるからよろしくね。うん、よろしくね。あ、そうそう、くれぐれも私に恥をかかせるような格好はしてこないでよね。それじゃあよろしく。ねえ美月さん、あんた今すぐそのまま帰ってよ。トイレに立ったついでにそのまま店から出て行って。え、急にどうしたの？あんたの格好がダサすぎて恥ずかしいのよ。だから帰れって言ってるの。よくそんな格好で結婚挨拶に来られたわね。しかもここは超高級レストランなのに。そんなに変かな？おとなしめなデザインだけどそこまでダサくないと思うんだけど。はあ、それ本気で言ってる？あんたのその地味な服装とメガネ全部恥ずかしいんだけど。でも私なりにちゃんと考えてきたんだよ。二人っきりのデートならそれなりに華美な服装もいいけど、でも今日のメインはご家族への結婚挨拶だし、だからあえておとなしめの服装できたの。いやいや、あんたの私なりじゃダメなの。ダサいセンスを持ってる人の私なりは論外でしかないから。そんな、だいたいそのメガネもブラウスもどうせユニクロでしょ。ど
どっからどう見ても庶民の服って感じだよ。この高級店で誰よりも浮いてるわ。そうだけど、でも結構質のいい服もあるんだよ。質の話じゃないでしょ。ブランド物じゃないとダメなの、こういうお店は。そうですか。そういう常識わかんないの？ご実家で親に教わらなかった？ごめんね。どうせこんな地味女の実家なんて庶民そのもの、いやユニクロでしか買えない貧乏人よね。高級レストランのマナーなんて教えられてるわけないよね。私のことをいろいろ言うのはいいけど、実家は関係ないよ。今のはさすがに失礼すぎるんじゃないかな。はぁ、図星言われたからって名前聞いてんじゃないわよ、この貧乏人が。なんですって？ったく、うちのダメ兄貴ももう少しマシな人を連れてきなさいよね。ああ、うちの両親もそれなりに兄の結婚を楽しみにしていたのに、きっとがっかりしてるでしょうね。ねえ、マジで帰ったら？え？別に意地悪を言いたいわけじゃないの。むしろみんなのためだよ。特にあんたのためでもあるし。私のため？どうせ本当は自分がダサすぎて浮いてることに気づいてるんでしょ。早くここから帰りたいでしょ。私がうまく言っておくから早く帰りなよ。どうやっても私をこの店から追い出したいんだね。あんたが地味な格好で来るのが悪いんでしょ。地味なお兄ちゃんにはお似合いだけど、このお店には超絶似合ってないから。メガネもブラウスも本当にダサすぎ。これ以上高級レストランで恥をかく前に帰りなよ。すみません、本気出しますね。え、急に何言ってんの。私なりに気遣っておとなしめの服装で来たんだけど、そこまで言われるなら本気出して着替えてきますね。は？気遣いって何よ。戻ってこなくていいから早く帰れよ。そんなこと言わず少しだけお時間をいただきますね。着替えたらすぐに戻りますから。おい、冗談でしょ。地味女がどう着替えても意味ないし、時間の無駄よ。まあまあ、それでは美味しい食事でもしてお待ちください。20分以内には戻ってきますから。ちょっと、どういうこと？なんだあの店のオーナーさんがあんたに駆け寄るのよ。あら、ようやく正気に戻ったんですね。はぁ、あ、だってせっかく私が気合い入れて15分以内に戻ってきたのに、オーナーが現れてからゆいちゃんもご両親もみんなあっけに取られてて、そこからずっと上の空のまま開催になってしまいましたし。だってあの店のオーナーシェフってよく雑誌に特集されてるし、そんなオーナーがなんであんたにペコペコと挨拶してたのよ。しかもなぜかサービスで今日の代金全部無料になるし、そんな光景見たら誰だって固まるわよ。あら、私のせいでびっくりさせてしまったんですね。一体どういうことか説明しなさいよ。あんたあのオーナーシェフと知り合いなの？まあ、知り合いというか家族ぐるみの付き合いですね。実はあのお店は父が昔から贔屓にしているんです。なんですって？多い時は週一で家族みんなで行ってたくらい。あの高級店を週一で？1人前のコースで最低6万よ。小さい頃から値段も気にせずパクパク食べてましたよ。でもその私の食いっぷりも気に入ってくれてました。オーナーさんは親戚のおじさんみたいな感覚です。彼も私のことを自分の子供みたいに可愛がってくれてますし。一体どういうこと？普通の人がそう何回も行けるお店じゃないのに、あんたもあんたの家も一体何者なのよ。普通の一般人ですよ。ただ自分で言うのもなんですが、うちはそれなりに裕福な家でして、緑テック株式会社ってご存知ですか？両親がその会社を経営してるんです。ああ、あの緑テック、 IT 業界で急成長している。はい、そうです。嘘でしょ。じゃああんたをその家のお嬢様ってわけ？自分で言うのも恥ずかしいですが、お嬢様ですね。お金に苦労することなく贅沢に育てられました。そんな、でもさっきまではユニクロの服とか着てたじゃない。見た目も地味でダサくてお嬢様になんか見えなかった。ああ、あれはわざとです。え？ゆいちゃんたちも見た通り、オーナーシェフは私に会うとハイテンションになるんですよね。しかも代金無料なんて過剰にサービスされちゃって。でも今日は結婚挨拶の場、私もそれなりに緊張してますし、集中できるようにオーナーシェフにバレない対策であえて地味な格好をしてたんです。そうだったの？
おかげでバレずに落ち着いて結婚挨拶できそうだったんですが、ゆいちゃんは気に入らなかったみたいで追い出されるし、どうするのが正解だったんでしょうね。そうだ、私ったらお嬢様になってこと。ああ、全然気にしなくていいですよ。むしろ早めに本性を知れてよかったです。え、大輔さんからどういう人たちなのか聞いてましたが、想像以上人を見た目で判断して見下してくるし、それだけじゃなくて家族や大輔さんもバカにして。ごめんなさい、渡したらいろいろと調子に乗っちゃって。そうですね、一度しか来てないのにまるで何度も来たことあるかのような振る舞い。調子に乗ってると言われても仕方ないですよね。え、この店は顧客リストをしっかり作ってますから、一度来店した人はオーナーシェフは忘れません。ゆいちゃんのこと聞いたら教えてくれましたよ。去年一度来店したっきり、それ以降はお店の前で来店した風写真だけ撮って帰るから迷惑だって。いや、なんでそれはバレてるのよ。そういうのはもうやめようね。それじゃあ今日はありがとうございました。ご両親にもよろしく伝えてね。ミスキー、昨日は本当にお疲れ様。それにごちそうさま。まさかお店の人と知り合いだったとは驚いたよ。ごめんね、黙ってて。驚かせるつもりはなかったんだけど。うん、いいんだ。むしろこっちの方が申し訳ない。本当にうちの家族はごめんな。特に妹の態度ときたら。明らかに見下した態度だったくせに、ミスキーはオーナーと知り合いと分かると呆然としてさ。本当に恥ずかしかったよ。大輔、気にしないで。あなたは何も悪くないし、私も気にしてないから。ありがとう。でも今回のことで俺なりに実家のことをいろいろ考えたんだ。正直もう実家とは縁を切りたいと思ってる。そこまでしちゃうの。うん、今後のことを考えるとそうした方がいいと思うんだ。どうせ見えっ張りの両親たちは美月を利用すると思うし、実は昨日からずっと問い詰められてたんだよね。向こう入りしたら逆玉か、いくら資産があるか知ってるのかって、そんなダイレクトに聞かれてたんだ。急に手のひらを返してきてうんざりだよ。美月さんはいい子だ、今すぐ結婚すべきだとか言い出してさ、もうがっかりだよ。こんな家族、美月を傷つけたことも許せないし。大輔、私の分も怒ってくれてありがとうね。でも絶縁なんてそこまでしなくてもいいんじゃないかな。気持ちは嬉しいけど、やりすぎないような気もするし。美月は優しすぎるよ、あんなに失礼なこと言われてきたのに。でも私にとっては大事な大輔の家族だし、縁は切らずに距離を置くのはどうかな。結婚式に私の家族や両親だけがいるっていうのも寂しいし。分かった、そういうことなら美月の意見を尊重するよ。でももし何かあったらすぐに言ってね。うん、約束する。改めてこれからもよろしくね、美月。うん、こちらこそよろしくね、大輔。昨日はごめんなさい。いや、今までのこと全部ごめんなさい。私ったら生意な態度ばかり取っちゃって。でもこれからは美月さんと仲良くしていきたいな。謝ってくれてありがとう。謝罪は受け取るね。よかった、じゃあこれで仲直りってことでいいよね。早速お願いがあるんだけど、甘えてもいいよね。お願い。うん、今度はあのお店にまた行きたいから連れて行ってよ。美月さんのコネで今週末の席の予約取れないかな。実は私、彼と1周年記念日なの。特別な日だからあそこでお祝いしたいんだ。コネってそんなの私にはないよ。父のおかげで付き合いがあるだけだし。でもすっごく美月さんとも仲いいじゃん。ただの親同士の関係なら代金無料サービスなんてしないって。あ、もしよかったら私たちの予約も無料にならないかな。それとね、実は両親もあの店にまた行きたいって言ってるの。今年で結婚40周年でね、結婚記念日はこれから毎年あそこに行きたいって言ってるの。美月さんならオーナーさんと仲はいいから簡単に予約取れるよね。ちょっと待ってよ、期待してるところ申し訳ないけど、そんなことはできないから。そんなこと言わずになんとかしてよ。お嬢様なんだから簡単でしょ。これからは家族になるんだし、お互い協力し合わなきゃね。え美月さん、いやお姉さん。ゆいちゃん、少し冷静になって考えてみて。昨日まで私のことを見下してたのに、今は私を利用しようと必死になって、今の自分がどれだけずうずうしいかわからない。ずうずうしいってそんな、私はただ家族になるんだし、こういう甘え方もいいかなって思って。
家族という言葉を安易に使わないで。私は大輔さんと結婚するだけ、ゆいちゃんと家族になりたくて結婚するわけじゃないの。でも申し訳ないけど、二人で話し合ってゆいちゃんたちとは距離を取ることにしたの。最低限の付き合いはするけど、それだけ。どんなことを頼まれても承諾しない。連絡も最低限するつもりだからね。なんですって？そういうわけだからよろしくね。いやいや、そんなの困るって。私も友達に自慢しちゃったんだよ。お兄ちゃん逆玉に乗る私にはお嬢様の姉がいるって。彼氏も自慢したし。なのにそんな最低限の付き合いなんて寂しい言い方しないでよ。私も今すごく寂しいよ。ゆいちゃんは私のことを友達に自慢できるアクセサリーだと思ってるんだね。え？私とゆいちゃんが親友並みに仲がいいならまだわかるよ。でも大して仲良くもないし、なんなら見下してたくせに、自分にとって都合がいいとわかると自慢の道具にするなんて、もう顔を見たくないかも。え？待って、ごめんなさい。私つい浮かれちゃって。大輔さんはすぐにでも絶縁しようって言ってたの。でもそれを私は引き止めたの。でもゆいちゃんたちが変わらないなら絶縁もやっぱりありえるかも。そんな、あくまで昨日までの無礼を許しただけで、私はゆいちゃんに気持ちを許したわけじゃないからね。そこら辺をしっかりと理解してもらえると助かるな。本当にごめんなさい。だからそんな仲良くしてよ、みつきさん。お願いします。もうコネに頼ろうとしないからさ。それじゃあね、ゆいちゃん、今後はお互いに適度な距離を保ちましょうね。無事に私の実家への結婚挨拶も終わり、私と大輔は入籍。二人で話し合って結婚式はせずに、新婚旅行先でウェディングフォトを二人だけで楽しみました。しかし大輔にはご家族から何度も、頼むから嫁と一緒に遊びに来てくれ、仲良くしよう、ついでに見てもらいたいものがある、実家を建て直したいんだが、美月さんから援助って可能なのか、などと連絡が来ているようです。どうやらそう簡単に性格は変わらないようですね。そのうち正式に絶縁を言い渡す日も近いような気がしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。